はい、なんでイタレとか違いますよ。ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。あや、だだだかしてみた。あ、うんだ、吹いてみようや。あや、あ、わかった。どうぞ。ドキドキよ。せーの。どーれ。なに今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムーンラジオ、はい、始まりましたフリムーンラジオ、今日はですね、メイン MC のハゲチャビンが、日中のお仕事で何でしたっけ、脳膜炎で、今日はお休みですということなので、僕から、紹介いきましょうね。はい、皆さんこんばんは。みんなのイケペ、ミンペイです。よろしくお願いします。はい、ゲスの極みに続いてファンキーがファンキーなことしてました私も負けてらんないぞ。今夜もよろしく、ホワイティー西原です。ファンキー西原、ファンキーだなはい、事情あってね、2、3日ほどケース長が用意してましたエコザイロです。よろしくお願いします。はい、あえて突っ込みません。はい、突っ込まんでいいよ、後で言おうね。はい、本日は、天気良かったので名護まで行ってきました。眠たいフリムの骨折です。はいよ。はい、どうも、三角お屋根でおなじみの、メイクマン、まだ1年もなってません、天眼巻です。よろしくお願いします。本名でいいよ、うん、いいよ本名で、別に悪くないでしょはい、それでは今日フリムーンラジオ、まずは何でしたっけ、予定言うんでしたっけ。はい、はい、ですね、今日はちょっと初っ端メールいくつか紹介してですね、で15分、16分ですね、ハエバル姉さんいつものように登場します。そして20分過ぎですね、今日ゲストに、キーボード、&ボーカリストのゆかりろさん来てますので、そちらに入っていただきます。で40分頃からちょっと名古屋と中継つなぐという予定です。はい、じゃあメールの方お願いしていいです。今日のテーマがこれ、スポンサー募集方法でございます。はい、先週ね、大喜利でもいいんですけどって言いましたらはい、あれですよ、テーマは、スポンサー募集方法ですが、同時にスポンサーも募集しております。たくさんのメールをお待ちしてます。メールアドレスはmoon@fmgino1.com moon@fmgino1.com でございます。よろしく。はい、え、いけて、はい、なんで、はい、ですね、この番組はまたユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることできますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターとも連動しているので、ツイキャスもね、たくさんもお待ちしてます。よろしくお願いします。でまたこの番組はですね、中川名木とシーベースダイビング、そしてフリムーンラジオのメンバーの提供でお送りいたします。はい、では一旦ですね、 CM 入ります。あ、音入ってる。
あ、なんで、はい、はい、あ、始まってます、はい、あ、すいません、はい、すいません、はい、あ、どうぞどうぞ、はい、じゃあ、メールお願いします、はい、じゃあ今日のテーマが、スポンサー募集方法考えてくださいですけど、あといつもですね毎回、フリーメッセージもお待ちしてますっていう風に言っています。それではじゃあ1通目読みましょうね、タイトルが小さいけれど、あ、これはあれですね、告知だからボツにしましょうかね長文の告知投稿が来てるんですけど、読みましょうね、はい、時間にお願いします。フリムーンラジオの皆様、メールでは初めましてです。さて私は誰でしょう。ヒントは小さいけれど、はい、名古屋のマスクマンさんどうぞ。はい、滑りましたね、わら。そうです、小さいけど大人だよで有名のリューティーの武美です。あ、今の時点で十分本人も滑ってますよ。なんか知らないけど凛太郎さんとよく会います。昨夜はパレットくもじでばったり会いました。ミュージックシャワー出してくださいと言うと、もちろんいつでもって言ってくれたんです。本当にプライベートでこんなにすれ違う芸能人は他にいないんです。しかし凛太郎さんのラジオには一度も呼ばれたことない。ということでフリムーンラジオの皆様にお願いです。6月11日土曜日、全員でティルルに来てください。 RBC リスナーの深い臨海の皆さんがあの日リューティーに声かけてくれました。ラジオはどこも関係ない、応援してるよって。残り35席完売しましたって言いたい、言わせて。フリムーンラジオの皆さんの力が欲しいです。チケットは FM ギノワンでご購入可能です。小さい大人の一生のお願いです。6月11日夕方6時にティルルへ来てください。デートももあいも誕生日会も6月11日はティルルでやってください。夜7時半にはライブ終了するので、その後飲み会へ行ったらデートももあいもすべて成功するでしょう。本気です、お願いします。そしていつもお力添えありがとうございます。ではではまたメールします。フリムーン番組始まって以来の長文投稿ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、長かったね。いやでも僕もこれ行きますよ、スーパーライブ。おお、あ、マジ行きますよ。あ、自分も行く予定だけど。あ、そうですか、はい、わかりました。なんすかそのまま。なんすかいや、声かけませんので、はい、よろしくお願いします。じゃあフォアハンキーさん、はい、行きます。モアイ大好きな人ですといえばですね、はい、フリムーンラジオの皆さん、リスナーさん、こんばんぽ。モアイ大好きヒットミコちゃんです。ユーサバチャーさん、私も7月のオフ会参加させてください、よろしくお願いします。さてさて、今週のテーマはスポンサー獲得法ですか。私はその経験がないのでよく分かりませんが、ユイチンさんが夏子さんにしているみたいな枕営業とかはどうですか。それにしても枕を手作りしてプレゼントするなんて、ゆいちんさんは見かけによらず尽くすタイプなんですね。あ、そういえば前にプロフィールに趣味は裁縫だって書いてありました。ゆいちんさんが裁縫の話題してるのあまり聞いたことありませんけど、いいスポンサーが見つかりますように。ひとみこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイティさんはどんな枕の柄がいいですか。やっぱハート、ハートじゃない、いいですね。マッキンリーは、マッキンリーはね、うん、ストライプ。シンプルだな。シンプルっすよ。シンプルだな。あの、もちろんですよ。お猿の絵が描いてるやつとかがいいんじゃないか。お猿か、お猿もいいけど星でもいいな、星。何ですか。いいじゃないですか、ね、マッキンリーね、うん、DIY で作ってください。DIY じゃないです。インテリアです。はい、次のメールいきます。はい、泉佐野の特急サザンです。スポンサー募集方法ですか。新聞広告を出すというのはどうですか。広告料金が高ければ、Facebook で募集をかけましょう。そんなにお金がかからないしねって。どう？もういいの？大丈夫ですよ、メール言っていいですよ。メール、はい、はい。倉敷ののんぺと申します。こんばんは、フリムーンラジオの皆さん、ゆかりろさん、名古屋の皆さん、名古屋のゲストのあきさん、元気ですか。あきさん、また遊びに行きたい。今日のテーマ、スポンサー募集方法。ただスポンサー募集といっても一般の人には無縁だと思われがちですよね。
何か基準があれば分かりやすいのかな、例えば毎月いくらか宣伝をしてもらえるとか、何かないと難しいと思います。最近はふるさと納税なんて補助が出るのを利用してお金を集めている自治体が増えていますよね。この場合、見返りとして農産物や海産物などが送られてくるみたいです。皆さん、暑い日の熱中症に気をつけて頑張ってくださいね。またメールします。バイミー。はい、ありがとうございます。やっぱね、スポンサー取るのはね、大変っすよ、やっぱりね。おっしゃる通りって感じなんですけど、特典をもっと前に押し出せばいいんじゃない。そう、まあ皆さん何でもありますよ。ゲストでも呼ぶし、CM も作るしね、いろいろやりますけどね。店舗とかだったらキャンペーン情報とかあれば、まめに電話出演とかだけでもいいから出てもらえたりとか、いろいろあるんで。そうです。またね、フリムンラジオではスポンサーゲストのコーナーをね、作っておりますので、まあ、ぜひぜひね、そこでやってくれればいいなと思いますけどね、本当にね。そうだよね、スポンサーを大事にするフリムンラジオですから、そうですね。そうですよ。皆さんよろしく、個人のスポンサーもよろしくお願いします。はい、同時に募集です。はい、じゃあ次メールいきます。はい、はい、世界中のフリムンの皆さん、ワンバンコチャタンの金魚です。おエリさん、ありがとうございます。はい、今日のテーマは難しくね。そうよね、難しいよねこれね。難しいよ、考えすぎて眠くなっちゃったよ。おやすみなさい。わらわらってきてますけど、ダメですよ寝たら。ちゃんと聞いてください。真面目だな。はい、待ってよ、これなんかすごいのが来てる、1ヶ月に2回くらい、婚活パーティーを宜野湾のいろんなところ、いろんなお店で、リシナーも加えてやって、各交えてやったよ、ごめんなさいごめんなさい。各店から、スポンサー代頂戴するのは無理ですかね。あ、なるほど、やっぱダメかってことですけど、2回ぐらい婚活パーティーを議論で開けばいいってことね、要するに。あ、なるほど、2回ぐらい、月に、月に2回もやる、月に2回。そんなみんな求めてるわけ。そんな求めてるかな。ね、どうですホワイティーさん。ホワイティーはあんまりもうねえ、もうお腹いっぱいでございますもんね。あーし、言うね。ね、ハイタちゃんね。いやいや、僕もね、まあ間に合ってますよ、僕も。食い散らかしてるからね。いやちょっと待って、それはちょっと違ってくる。それはちょっと違ってくるよ。食い散らかしてるって聞いてるけどな。違うよ、違う。違う。じゃあ、あと一個いきましょう。あと一個いきましょう、メール。ギリギリいけるはず。はい、いきます。こんばんは、吉影の息子です。はい、さて今日のテーマはスポンサー募集方法。リスクはありますが、くも字にいるあのピンク色の髪の毛の姉さんにお願いするとかどうですか。リスクは高いですけど、お金持ってそうですよ。見返りは相当要求されそうですけどね。いや結構諭吉取られると思いますけど ね。それかハエバルにいる姉さんにお願いするとか、どれだけの財力があるか分かりませんが。いや、ないかも。今日聞いてみるか。あとは、もう一つあるよ。ほら、キラキラカールちゃんを番組の広告塔にしてスポンサー募るってのもいかがでしょうか。ではでは、今日も楽しく聞いてますねって。じゃあ、今日休んでるハゲチャビンにお願いしてみる。そうそう、そこはちょっと考えよう。カールちゃんいいんじゃない。ね、なんかやっぱそれを、ね、逆にフリムンがあれじゃん、スポンサーして逆にやるみたいな。広告してスポンサーもらうみたいな。スポンサーをしてスポンサーもらうみたいな。いいんじゃない、いいんじゃないね。いいと思うけどな。相談だね。ちょっとそこ相談してみます、もみさんと。そういいんじゃない、戦い前にゆうたろさんとかと一緒に相談してやってみようかなと思いますけど。はいはいはい、はい、で、来てるっぽい。来てるっぽい。あ、わかりました。見える、見えるよ、見えるよ。一スポンサーかな。来てるっぽいよ。じゃあ一旦 CM 行ってから来てます。
はいはいはい、姉さんこんばんは。こんばんは。今週も始まったね。始まりましたね。あのさ、はい、今私のコーナー始まる前に外で待ってたんだけど、うん、はい、マヨちゃんもいたのよ少しねちょっとおしゃべりしたんだけど、うん、あね私のこと性的な目で見てるもう待って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 、びっくりしちゃってあれもしかしてそっち系ですか。マヨちゃんね、うん、あの両党らしいやばいやばいやばい、あの子の可能性は無限大よ。そうよね。まあ皆さん、はい、じゃあ今日も来てんの。そんなまよちゃんもね、あの後からちょっと加えようかなと思いますけど、いじりまくってやるわよ。はい、じゃあ先にメールいきます。はい、はい、ハイバル姉さん、フリムンの皆さんこんばんちゃ。じゃ、はい、ラジオネーム3代目メンソールブラザートムです。あ、この子最近解禁症ね。うん、暇なのかしら。多分なるはず最近梅雨ですが全然雨降らないですね。姉さんは最近いつおめあ いつおめめから涙を降らしてましたゴーちゃん今のとってもバカみたいな読み方だった。もう一回もう一回読んでごらんなさいよ姉さんは最近から読んでごらん。いつおめめから雨を降らしましたか。またどなたが雨を降らせましたか。私はドライアイなのでおめめが砂漠状態です。潤いが欲しいということで最後まで頑張りん頑張りんこりんということですけど、ね、はい、何おめめから、うん、おめめから涙はいつ流しましたかってことですけど、あのね、はい、今の彼氏がね、うん、なかなかなのよ姉さんいつ作ったの。あらご存知ない、うん、ジョン。ジョン、あジョンね、あれ有名ジョンね。ごめんなさい本名ね、ジョンウン。ジョンウンほら私さ前つけたら危ないし見つぐあ女だから最近もさあのミサイル失敗しちゃったからまた振り込んでよっていうかもうしょうがないよねってバカになんないのよ。なるほどですね。ジョンジョンね、皆さんジョンですよ覚えてくださいね。ジョンに泣かされてるわね最近ハイバル姉さん、フリムンメンバーの皆さんこんばんみ。関西姉さんよ。ハイバル姉さんは誕生日に買ってあ誕生日に買ったら嬉しいものってあるかしら。もらったら、ね、あ待って見えない、あもらったらだね、買ったらに見えたさ俺。私は車をもらったら嬉しいわね。それでは最後まで頑張りにちばりよってことですけど、一番欲しいもの、はい、嬉しもらったら嬉しいもの、うんうんうん、あのねスラスラと読めるこうちゃんが欲しいじゃあ本当にさ切実、俺本当に今これさもらったらをさ本当に買ったらに見えた本当に目が悪いんだはずね。いやいや違うのよんそれ以前の問題よこうちゃんもう認めちゃいなさいよ。嫌だ。でも姉さん待って見てください、ね、この目の前見て、ちょっと目の前見て、この膝組んでる感じ見て家だよ家。まよちゃん家。まよちゃんヤーニールちょっと男に戻って怒っていいかしら。お家かくつろぎタイムか。超面白い見てて楽しい。とってもねびっくりした今なんかね、うん、この子ね最近私ちょっと疑ってんだけど、うん、この何天真爛漫キャラ。あーなるほどね。さっきもさ私の胸ジロ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 見てさもうとんどんないものねだりのアイオン中ダメダメよダメ。すごかったんですよ。だから言ってやったのよ。何、うん、大きさが全てじゃないのよって。そうね、色でもないよっつって、うん、もう超やだな。まあよ、はい、私が何て教えたかしら言ってごらんなさい。あやだ、なんであらあやだ、何今の大事なもの、大きさでもないでしょ、うん、色でもない、なんだっけ、なんだって、ファッションよ。あ忘れてた、情熱。そうそれに対する情熱、ね、お胸に情熱あるのかって話よまあそういう感じでじゃね、うん、何からが今こういう結果になってるんだから、ね、これ、うん、姉さんあれってミキサーが帰れって言ってるもん帰れって、まあ、今日はね、うん、そう、ま、もう存分いじれてからよかった、うん、また皆さん来週メールお待ちしてますよ、ね、分かった、バイバイ、うん、はい、バイバイ
よかったお前につく感じを見せたよイケペンを見せたね分かる俺もねフリムーンラジオゲストはどうするの。はいはい、ハイバル姉さんの彼がジョンとはねびっくり。いやジョンとかマジありえないでしょ本当に普通にジョンって誰みたいな超大物じゃんびっくりしたんですけどマジで考えてきたって やばいよ。誰ね考えてきたって何なんでもないもういいよもうマイク入ってるけどデージなってる。デージな今一応デージなこと言ったよ一応言うけど。じゃあ今のジングルでしょ。あジングルね。ああそっち系ね。怖い怖いびっくりしたわ本当に。事故。じゃあすみませんじゃあゲストのコーナーですけど。はい。紹介お願いしていいですか。誰がですか。あくさんお願いします。はい。あ自分がですね今日はゲストにですね。沖縄とちょっと渋谷をライブで行ったり来たりして活躍されてる、キーボード&ボーカリストの、でまたコスプレイヤーでもあるゆかりろさんに来ていただきました。よいしょ。早くゆかりろ。こんばんは。よろしくお願いします。ゆかりろです。すごい変わったお名前ですけどこれは、はい親がちょっと危ないですか。あそんな感じなんですけどなんかちょっとねなんかなんか能天気な感じだからだからパタリロみたいって言われてそれでなんかゆかりロって呼ばれて。納得するのそこロビンでそんな感じです。ゆかりろさんパタリロってね懐かしいな、はい、だいぶ古いですけどね懐かしいな僕も思ったけど言わなかったのに。なんかもしかして年近いのかなみたいな知り合いにバンコランに全く似てる女の人がいますよあれ男の人でバンコランは、まあ、布団好きなんですけどね。はいすいませんでした。これも含めてジングルですよねなるほどね、うん、そんなゆかりろさんは、はい歌手でもある自分で作られて歌っているってことですか。今はカバーですね。オリジナルは一応は少しずつ作ってはいるんですけれどもまだこう発表はしないです。カバーというのは主にボンジョビですか。オールジャンルなんですけど演奏の方はオールジャンルでけど主にハードロックが多いですね。へでどういうのちなみにハードロックボンジョビとか。ああ本当ですか。はいそうです。ボンジョビは僕のアーティスト来た時の持ちネタだったんですけどボンジョビとかあとディープパープルとか。おすごい。あと歌の方だとアニソンが最近、まあ、個人的にハマってるので水木奈々さんとかよく歌いますね。すごい人気ありますよね水木さんね、はい、すごいですよねアニメ界の。あじゃあ将来ゆくゆくはラスボスを狙ってああ幸子の方になるんだ。幸子の方になるんだね。ゆくりさんいけそうな感じがするそうですか、はい、頑張ります若干ディスってますか今してません、はい、してません。胸元を見てるだけですよちょっとだからさなんで俺の隣かなと思った危険だからだって照明ヒニューズしかいないから寄せちゃうよそんなこと言ったらね。そうちなみにシーマースキーそう島好き本当こうちゃん島好きさっきのコーナーからもこうちゃん、ね、おっと青森は何を飲みに。タツが一番好きですね。おー渋いえ渋いんですかそれって。タツがやっぱ一番好きでだいぶもう前から10年ぐらい前からタツを金まで買いに行った時もありましたね。すごいあの洞窟に、ね、はい。ちなみにゆかりろさん話されてと思ったんですけど内地の方ですよ。いやうちなんちゅうですですよね、はいはい、ね島も好きだし犬も大好きっていうことで。はい犬飼っております。あびっくりした犬島に犬なるねっすよねない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 え何匹ぐらい。2匹います今。お何犬を。キャバリアキングチャールズスパニエルです。うんあキャバね。キャバの方絶対分かってないっしょ。キャバのスパイおそして、うん、得意技あ得意技っていうか特技が、料理と手芸と。はい。あら女子力高い、ね、お料理はねお料理教室も通うぐらい好きです。そこら辺、まあ、似てるね。
そうですね急に急に何お昼の FM みたいな声出してる急に寄せ行きな声出した作ってるよ体育座りしてたやろうかすごい。でもあれですよね、今沖縄のラジオも各局がアニソンの番組をするぐらい沖縄でもアニソンの人気が高まってますよ、はい、この間も5月15日にアニマゲドンっていうイベントがあってちょっとコスプレして遊びに行ったんですけど、なんかラジオで聞いたことあるよね、あのマシャさん、金曜日のマシャさんが、ね、アニマゲドンのオーディションを1位通過したもんだからツイッターでしつこいぐらい載せてたのと、そうそうそう、そのあれです分かったからもうっていうそれを応援しに行ったんですけどね、すごい、はい、コスプレしました久しぶりに。ちなみに何のコスプレを？アイカツの星宮いちごちゃんっていうキャラクターのコスプレをしました。ホワイティさんが分かるってのにびっくりしてるんですけど、アニメ大好きだ、漫画っ子なんだよ、案外漫画っ子、渡り色から始まってねもっと前でしょ、じゃ何じゃって何じゃってな。そういえば生姜近いうちかな、海洋博でもなんかありますよね。 ありますね、次の日曜日かな、なんか水木一郎兄貴とか、はい、いっぱい来ますね。すごいっすよね、あれね、影山博信さんとかね、来ますね。で、なんかこのコスプレも OK らしくって、うん、けどちょっと遠いから行けるかどうかわかんないんですけど、私は。あ、そうなんだ。俺もペンキ屋のコスプレで参加しましょうか、ね、ペンキ屋のコスプレって何ですか普段着でしょそれまあまあペインタージョークということでそんな私生活でもコスプレってするんですか、コスプレを好きな人は。え、あ、自宅でコスプレしてこう自撮りしてちょっと喜んだりとかするかな。あ、なんか、はい、藤子ちゃん似合いそうですよね。藤子ちゃん、あ、もうちょっと痩せてからやろうかな十分じゃないですか。いや、もうちょっと痩せてから。だから裁縫あれなんだ。あ、あ、自分でじゃあ。自分で。あ、自分で作ったりもします。すごい。一応はね、県内の IDA っていうデザイン学校のファッションデザイン科の1年間通ってました。わあ、すごい。本格的。2年生に上がれなくて辞めたんですけど。結構厳しい、ね。あ、あれって進級ってあるんですか。あります。出席日数がちょっと足りんかったんですよ。定数物とかはね、出席日数足りないでダメって、うん、それダメなパターンですね。はい、定数物は結構大丈夫だったんですけどね。もったいないですね。まあけどいいかなみたいな。あ、今、そんなゆかりろさんにお便り来てますね。教えてゆかりろちんのコーナーに。はい、そんなゆかりろさん、どういう男性がタイプですかって来てます。あ、男性のタイプですか。なんか世界観を持ってる人が好きなんですよ。出ました、女性特有のふわふわとしたこの男にはあんまりわからないこの伝わりにくい、はい、まあ言ったらガクトですね世界観持ちすぎでしょあれぐらい持っててほしいです。なんかあれぐらい笑えるぐらいあったらちょっと楽しいかなみたいな。突き抜けてしまってるから、はい、いいわそんなということはマシャさんが近いんじゃないですか。いや、だいぶ違うと思いますなんかこうね、マーシャさんもそういう系統を追い求めてる感じするね、うんうん、あっち側に斜めにバーッと真っ直ぐ斜めっぽいですね。本人はまっすぐ走ってるつもりですけど斜めに、わかります、棒でおでこにさせて10回回って走る人本人はまっすぐ走ってるつもりだけど斜めにひたすらザッっていう今日マーシャさん聞いてないことを言うんですけどそろそろツイキスで流れてくるはず聞いてるよ絶対ね、そんなゆかりろさんもライブがあるということで、はい、はい、あります、はい、どうぞ。今月6月28日、火曜日なんですけれども、渋谷アンダーディアラウンジにて、ライブがあります。他にもね、共演者もたくさん、ちょっと長い時間のイベントなんですけれどもね、だいぶいろんなジャンルが楽しめるんじゃないかと思います。で、まあ、6月28日はライブなんですけれども、6月25日になんと第2回ゆかりろオフ会っていうのがあります。すごい、はい、オフ会があります。これは要予約なんですけど、ツイッターでね、細かい情報知りたい方いたらどうぞ参加してください。これはどういった会にするんですか。もう
ひたすらゆかりろさんをあがめたてまつる会みたいな感じ。いや、みんなでも飲んで食べて飲んで食べてっていう、まあ、ただの飲み会いわゆる何回お色直しはご予定で。特にないですね、はい、ぜひキューティーハニーの変身中の変身中のおやただの丸バイです。ちょっと捕まるからね、渋谷で捕まりたくないからね。あ、じゃあこれも渋谷でということで、はい、6月25日そうです。すごいな。今ディレクターのコウタ君から、はい、最後にアカペラでワンフレーズという指令が来てますけども、すごい、何を、何、すいませんね、あのあいつまともに読めないくせに無茶振りだけなんですよ。無茶振りで頭が真っ白になるな、こうやってやられるとだいぶ分かんなくなるよね。じゃあ、はい、今年のガクト様への告白でもいいですよ。あ、ガクト様への、今ちょうどツイキャスで映ってるので、はい、ガクト様への告白。 こっちにガクトさんがいると思う。分かった。じゃあ、あれガクトね。はい、そうそう、あれって愛しいはずなのにあれってあれガクトね、分かりました。いつも見てます。ありがとう。出た、ど、何ボケをしたつもりが中途半端に似てて自分でびっくりしました。何、ゆた来てた。ちょっと降りてきました。降りてきたね、なんかね。びっくりした。まさかのよ。で、あ、また一通来てます、はい、教えてゆかりろちゅんに、彼氏としてみたい憧れのデートはどういうものですか。匿名希望ペイから来てますね。理想のデートみたいな感じですか。はいはい、まあ、現在進行形でもいいんですけど。まず映画館からの居酒屋からの、映画見て居酒屋で飲みつつの今の映画どうだった、ああだったみたいな。はいはいはい、はい、いいですね。居酒屋からのカラオケ。ほうほうほう、おお、いいですね。で何時間にしときましょう、ここは。朝まで。で、帰る。は？終わりですか？終わり。あら、なかなかの小悪魔ちゃんですね。あ、そっからの、うん、まあ、あら、そう、そんな感じ。なんかやっぱ映画とかね、なかなか一人で行かないので、誰かね、あ、そうですか、行く人がいたらいいかなと思います。で、居酒屋はもう基本なんで。あ、基本基本居酒屋なんで。居酒屋はどんな居酒屋とかあります？最近流行りの個室、半個室みたいなのとか、昔ながらのどんながいいかな、ガヤガヤとか、 Wi-Fi が通ってるところ現代っ子みたい。 Wi-Fi が通ってるところがいいですね、今時の事情。あの、私あのほぼ毎日なんですけど、ショールームっていうアプリで、あのツイキャスみたいな感じで配信をよくやってるんですよ。なので Wi-Fi 必須ですね。はい、ね、それもあり。ちなみに Wi-Fi というのは何ですか？よく聞きはしますよ、うん、ご存知ではあります、うん、あれがあるとギガがかからないっていう、うん、あ、ギガの方か。いや、ギガも分かってないから、ね、すいません、ゆかりろさん、ごめんなさい、はい、こんな人で。でもガクトの真似はうまいんで。あ、はい。なんかもう一回お願いしていいですか？じゃあ最後にもう一つ。あれ、お茶振りがこっちに。あの、ゆかりろさんにちょっと一言、ガクトさんお願いします。ちょっと降りてくるの、愚装から降りてくるの待ちます。あ、愚装って死んでないし。死んでゆかりろ、ありがとう。この3割ぐらい似てるところがね、なんか変に気持ち悪いね。重くそ似てない方がよかった。いい感じですね。いい感じでした。はい、もう楽しい話も尽きないんですけど、ゆかりろさん、もう時間が来たしまったようです、はい、でさっきのデートプランは後で僕と行きますので。あ、なるほど、はい、朝までね。はい、はい、OK、僕サザンしか歌いませんけどいいですか？いや、ちょっと厳しいですね。いや、オールも歌います。スターズも歌います。やっぱガクトで、はい。これに懲りずまた来てくださいね。はい、来まーす。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ゆかりろ、はあ、今日も暇だよね。ですね。こうちゃん、あんたちょっとそこら辺でキャッチしてきなさいよ、いい男限定で。今からですか？あ、早原奈さん、
そろそろフリムーンラジオが始まりますよ。そうだったわ、あの人気番組フリムーンラジオの日だったわね。いらっしゃいませ。あんたたちフリムーンラジオもいいけど、 RBC アイラジオミュージックシャワープラスプラスもちゃんと宣伝すんのよ。ね、姉さん、フリムーンラジオ。はい、それでは引き続きましてフリムーンラジオまだまだ続きます。先ほどゲストに出てくれましたゆかりろさん、好評につき、今日番組終了までいてもらうことになりました。ありがとうございます。ありがたい。はい、じゃあメール、どんどん行きましょう。はい、はい、こんばんは、フリムーンラジオの皆さん、お疲れ様です。ネームギマです。おー、ギマありがとう。はい、テーマスポンサー募集方法といえば、モーミーさんが車に乗って、北から南まで車で回ってマイク演説、そしたら間違いなくスポンサーつくんじゃないかなって。モーミーが却下。方言しか喋れないから若年層の心はつかめるかな。大丈夫じゃないの、北の方すごい北とすごい南はつかめると思います。中部ちょっと難しいかな。宜野湾あたりから怪しくなると思います、ね、あ、まだあります。オッケー。はい、FM 宜野湾をお聞きの皆様、こんばんは、エコザイル&フリムーンの皆さん、今日もおかしなかっこわら、ラジオネーム銀のトロンボーンです。おう、はいはい、ありがとうございます。さっき来てくれてましたね。いますよ、そうなの、はい、どこ長さんかなと思って。いやいや、別名 RBC 赤井砂漠さんです。あはい、今日もおかしなかっこわら、ラジオネーム銀のトロンボーンです。こんばんは、今日のテーマスポンサー募集方法、他の番組や他局の番組のツイッターにフリムーンラジオスポンサー募集中と、あと恋人みたいな方募集中とツイートする。あ、これは嫌われるパターンですフリムーンラジオ全体が嫌われるパターンだと思いますよみたいな、あ、なるほど、ね、募集中みたいな方募集中って入れて、なんつってってねブーとかねやり方がやだねじゃあ、マヨ、はい、考えてごらん、うん、あんた一言みたいに言ってるけど、もう準レギュラーだよ。そうだよ、本当いいんですか、私準レギュラー。スポンサーの、どうやったらスポンサー様がついてくれるか。ハイバル姉さんが返答次第によっては来週からハイバル姉さんのあたりがきつくなるかもしれないからね。分かった、ちょっと待って、やめよまあまあ、最終的には肉弾接待でしょ。何それ。もう女性陣が体を張って、それはゆかりろさんに任せたい。お願いしますお願いします。勝手にメンバー超えてる人に勝手にメンバー超えてる一番体張るやつ損しかないイケペンの学徒声で、ね、どっかもうやめてまあまあ最悪俺が抱かれてもいいかなと思ってますそれでフリムーンのためならそれでお願いします。じゃあ、はい、お願いしますはい、それでは今週もお楽しみの滑り王子ってじゃれだけど名古屋ね滑り王子だけフューチャーされてる。はい、こんばんは、名古屋の滑り王子マスクマンです。はい、こんばんは。先ほどですね、沖縄のスーパースター小さいお姉さんがですね、僕の代わりに思いっきり滑ってくれましたんで、ね、今日は僕は滑ることはないと思います。いやいや、負けてやらんどうですよ。今日はですね、名古屋五木所にあるコタンさんからお送りいたします。はい、今日コタンさんのオーナー、丹羽明子さんにインタビューしたいと思います。まず明さんと呼ばさせていただきますけども、お店の紹介からお願いいたします。はい、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。お願いします。コタンはですね、今年の3月に3年を迎えました。名古屋駅から地下鉄桜通り線で五木曽駅で降りますと、改札を出てすぐ、1分もかからないぐらいのところに、お店の入り口があります。コタンではですね、手作りで沖縄料理を中心に、メニューを準備しまして、ジャズ、クラシック、
ポップス、そしてもちろん沖縄音楽、いろんな、ジャンルを問わない、ライブを、やっております。リューティーさんにも5月に、ライブをやっていただきまして、もうすごい盛り上がりました。はい、リューティーさんの元気いっぱいな、ライブでも、この地下にあるコタンは、もう全然びくともしないぐらい、隠れ家のような、場所です。はい。ですね、このコタンさんはですね、はい、この間のリューティーさんのライブの時に、僕がタンバリンが思いっきり滑ってしまいましたね。はい、ここではもうタケちゃんにやめなさいって言われましたけども、うん、この、なんて素晴らしいこの雰囲気の中でですね、ライブが見えたことがね、とても最高でした。ね、こちらのコーナーさんはですね、本当に珍しくですね、地下鉄構内ですね。はい、地下鉄の構内です。あるお店でして、ライブとかですね、こうカフェラウンジ、あととても美味しい沖縄料理を提供されています。あと、アキさんはですね、三線の演奏されたり、シンガーでありますので、三線教室の方もやられてますよね。そうですね。昨日も今日も、ラジオの、直前までですね、ずっと教室やっておりました。スタジオの皆さん、何かご質問ありますか？はい、はい、はい。まあ、放置プールはやめてください。庭さんにお聞きしたいんですけど。放置プールで対応できるのは僕しかありませんので。嘘つけ、戸惑ってたでしょ。沖縄料理。正解。質問はいいんでしょうか？こちらはですね、月にいろいろとあれですね、いろんな方のライブもあるそうなもんですから、はい、またこれからのこういうスケジュールなんかはあるんでしょうか？そうですね、近いところでは6月18日土曜日、5時オープン、7時スタートで、南大東島から内里美香さんの、ライブがあります。もうほぼ満席に近い状態なんですが、あと数名でしたら入れますのでね、これ聞いてくださってる皆さん、早めのご予約お願いいたします。はい、こちらはですね、コタンにね、今お邪魔しておりますけれども、あ、味噌煮込み好きです。こんばんは、皆様。こんばんは。ですね、コタンではですね、コタンさんの方では、リューティーの、ライブ、実際に私もここでね、見ましたけども、本当に盛り上がって、しかもね、会場の雰囲気が本当に素敵なね、ライブハウスなんです。しかも、ご基礎の駅から、階段、改札口出て、階段上がって5段のところに入り口あるよって言って、改札口出て、本当に5段目のところに入り口があって、もう本当に雨にも濡れずにね、ライブ会場に行けるっていう素晴らしいライブハウスです。ありがとうございます。最近はですね、名古屋駅からも、交通の便利がいいということもありまして、東京、大阪、いろんな、地域からですね、いろんなアーティストが、コタンにライブをね、やりに来てくれています。今週の日曜日はですね、元 H2O の中澤健二さんの、ライブもあります。はい、健二さんは熊本に在住ですのでね、熊本地震応援ライブっていうことで、コタンもですね、何か、熊本に、ちょっとこう力になれたらいいなというふうにね、思っております。こちらのライブもね、素敵にね、盛り上がると思いますのでね、皆さんね、コタンのぜひホームページとかですね、あと Facebook もありますのでね、チェックをしていただきたいと思います。様々な情報発信しております。あとですね、ちょっと秋さんにお聞きしたいんですけども、この三線スクールではですね、小さいお子さんなんかも受講されてるんでしょうか？はい。現在はですね、小中学生はいないんですが、専門学校の学生、10代の学生もね、おりますし、上はもう70代の方まで、現在、マンツーマンで、時間をね、たっぷりとって、やっております。現在はですね、もう30名ぐらい、
たくさんのね、教室の人が増えまして、みんなでワイワイ、このコタンで集まったりとかですね、いろいろ演奏したりとか、少しずつ盛り上がってきているところです。はい。こちらも興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ、とにかくコタンに遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。会場のですね、ご案内もう一度させていただきたいと思います。名古屋市昭和区ご基礎通り3丁目、ステーションビル、B2 階です。地下2階です。といっても、ご基礎駅から、改札口出て歩いて、階段5段上がったところにございます。はい。目印はですね、地下鉄のご基礎駅、一番出口を上がる、ところですのでね。はい。こんばんは。こんばんは。あれ、はい、ダンサーズでございます。はい。皆様は、この、ま、リューティさんのライブ、楽しみにされてるかと思いますけど、一足早く、私、名古屋ライブで楽しませていただきまして、大盛り上がりでしたので、その大盛り上がりの小丹さん、私も今回で2回目なんですけども、またライブあったらぜひお邪魔したいなと思っております。池辺さん、はい、土曜日行くんですか？行きますよ。僕、前列、前の方ですよ。あ、前の方で何されるんですか？何をされる？ライブを楽しみたいと思うんですけど、ダメですか、僕は。いや、楽しんでいただくんですけども、はい、それなりのパフォーマンスを期待しております。いやいやいや、以上、名古屋は以上です。最後に何の爆弾投げてるんですか？じゃあ最後に秋さんから一言お願いいたします。はい、今日は沖縄とつながれて本当に嬉しかったです。あ、こちらここです。名古屋と沖縄の架け橋になれるような場所にしたいなというふうに思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。最後に、もう一度電話番号だけお伝えしておきます。コタンさんの電話番号は、052-731-5177 番です。では、素敵なコタンに、アキさんとても美人です。また会いに来てくださいね。それを早く言ってほしかったです。では、名古屋からお伝えしました。マスクさん、最後にいいですか？はい。ガクトのものまねしてください。はい、ガクトのモノマネお願いします。はい、以上でした。あれ、ガクトガクトで終わりだ。叫んでないガクトモノマネ会一番ダダ滑りでしたね。はいはいはい、すごいね。ですね、告知がちょっと2つほどあってですね、まず1つホワイティお願いしていいですか？はい、 OK です。はい、第1回うちなラジオオフ会スペシャル、はい、ノーレディオノーライフエンジョイルレディオライフというわけですね。日にちは7月16日土曜日、会場は那覇市若狭 2-2-12 ビクトリーホテル B1 ライブバー時空であります。19時会場、19時30分開演でございます。チケットはですね、1人、3000円、税込み3000円となっております。お問い合わせ先はイユッサバッチャー、番号、090-9073-8311、もしくは MC モーミー、番号が090-9495-7674でございます。あと1人は書いてないんですけど、十分エコザイルまで、電話番号がですね、090-9588-7857、090-9588-7857までお願いします。はい、3人とも夜中の3時半にしか電話取れませんので、その時間にお願いします。ほら絶賛受付中。1時には寝かして、イケペもミッドナイトスタート、お笑いコントするよ。マジで？本当に。よし、頑張ってね。あいつに台本書かせたんです。うわ、すごい。オッケー。はい。じゃあ、あと一つ、お願いしていいですか、コースターさん。はい。グリーンコースターさんからのお知らせです。グリーンノートコースター。あ、ごめんなさい。グリーンノートコースターさんからのお知らせです。はい。6月25日沖縄チャタンの、ライブハウス持つ。
で、時間は未定ですので、ツイッターもしくはフェイスブックを見て、検索してください。よろしくお願いいたします。以上です。はい。閉鎖よ。はい。で、あとですね、今日ちょっとですね、こちらの放送機材のサーバーの故障でですね、ユーストリームが止まってるんですよ。もうそれでちょっと、すいませんということで、言って話してくださいと言われたので、はい、ご了承願います。復旧させますので。すいません。すべての苦情は3時半にエコさんに電話してください。こら、着信聞きます、ね。はいはいはい。じゃあゆかりろさん、はい、放送中ですいませんけど、ちょっとサインしてもらっていいですかね。はい。お願いします。まさかの婚姻届。あ、違う。いや。あ、すみません、まあ、これ俺の持ちネタなんで、さらっと流してもらえれば、はいはいはい、分かったで、結局どうなんですか、いい案は見つかりましたか、スポンサー獲得方法は。モミさんのがいい。何ね、あの宣伝しまくるってやつ。 あれめっちゃ良くないですか。多分ヤンバルの人とグシちゃんとかあっちら辺の人だけ。一応俺も考えてはいるんですよ。ゆきなりってご存知。あ、元全国区のゆきなり、ダパンプの人だが、国際通りの方でディスコやってて、うん、そこにフリムーンメンバーで一回行って、うん、でスポンサーになってくださいってお願いする。お願いする。いやまあ親戚だからそこら辺のつても。そうなんですか、うん、あれ分からない。何今の。やばい。なんで虫の真似。 T シャツ虫がいてるの。虫の真似。あいつのステップもともと僕からの伝授ですよね。だみんなでフリムメンバーで一回ディスコ行って、ブギウギで、ブギ、ナウナヤングが、ナウナヤング、あれ結構いい案だと思ったんだけどね。でも絶賛皆さんからのスポンサー募集してますんで、もう先ほどの番号でいいです。問い合わせどんどん待ってます。バーン、お願いします。バーン、バーン。はい、というわけですね、キレのいいところで来週のテーマいきます。自分で言います6月15日はなんと生姜の日ということで、うわなんか地味になりそう。はい、来週のテーマ、あなたの好きな生姜料理は。ありがとうございます。これ誰が考えた。ね、今日はゆかりろさんほら料理も得意だということで、もう生姜料理しかないんじゃないかって。けど生姜好きですよ私。ほら生姜好きですか。沖縄そばとか、うん、スープがピンクになるまで入れます。あ、生姜ってあれか。紅生姜。ピンクになるまで入れます。俺あれ食べれないんで来週お休みにさせてもらってもいいですか。俺避ける派なんですよ。美味しいのに。なんか人工的な赤がちょっと。いや美味しいでしょあれ。俺も結構赤くなるまで入れるスープ。美味しいですよね、うん、で、コーレグスもガッて。コーレグスは美味しい、ね、結構見慣れない。すごい。そうそうそう、生姜好きなね女子とか多いんで、うん、どしどしお待ちしてます。出た女子。こう外せつ。はい、オフ会の電話、再びですね告知させていただきます。日にちがですね7月16日ライブバー時空にて、19時会場、19時半開演、会費3000円でございます。イユサバチャ、番号が0909073-8311、もしくは MC モーミー0909495-7674、もしくはエコザイル、番号が0909588-7857でお願いします。はい、もうどうぞ。そうですね、エンディングです。エンディングですね、はい。リスナーの皆様、来週フリーのトークもメールもバンバンお待ちしております。はい、それではじゃあ今週もありがとうございました。イケペイでした。ホワイティでした。純レギュラーのマンヨでした、はい、エコザイルでした。ゆかりろでした。ありがとうございました。また来週フリーを